旭川駅前からおはようございます。現在時刻10時6分5秒になったところでございます。本日何やりかと言いますと、ここ旭川から行けるポケフタを巡っていこうという旅です。具体的にはここから海賊名寄とかで行ける標津などなどポケフタを回りたいと思っております。それでは早速出発します。次の電車が11時30分で全然余裕があるということで、まずは道の駅旭川にあるこちらのポケフタを巡っていきたいと思います。 1.2キロ、約15分なので、まあまあ余裕かなと思います。それでは出発します。本州だともう結構暖かくなってきましたが、旭川は全然寒いですね。まずはここのクリスタル橋というかっちょいい橋を渡って向こう側に行きますと、渡り終えるとご丁寧に道の駅旭川までの地図というか、まっすぐですね、 420m、 道路挟んで道の駅旭川見えてきました。あれですね、思ったより近代的というか、なんというか、ちょっと行ってみましょう。ちなみにポケモン GO からも確認できています。こちらアローラロコンとコーリッポとクマシュンのポケフタです。コーリッポ大好きなんで嬉しいですね。ただポケモン GO ではまだ実装されてないと。というわけで道の駅旭川来れました。ポケフタは多分あれですね、見えてます。すぐに可愛いですね。これは予備ですね。それじゃあ早速写真撮りたいと思います。クマシュンにしました。しかも色違いで特別コスチュームですから、なかなかレアですよ。という自慢はさておき、旭川駅に戻ってそこから出発したいと思います。それでは次11時30分ナイロ駅、快速ナイロ1号を乗っていこうと思います。今回はこちら青春18切符晴れのシーズン1回目を使用しようと思います。本日もすでに松戸でインをしてもらっています。そういえば行き先を言っていませんでしたが、こちらで標津まで行きます。電車も来ていますので早速乗ります。この列車はワンマン運転のため、一番前のドアのみご利用いただけます。いやー、のどかでいいですね。まもなく標津着きます。標津到着しました。いいですね、北海道って感じで。それじゃあ向かいましょうか。そしてポケフタの場所なんですけど、ちょうどいいところに、こちらですね、道の駅にポケフタありますので向かいたいと思います。駅出てきました。で、面白いものがこちら伝言板です。チョーク入ってるんで使えるんでしょうね、多分。携帯がなかった頃には使ってたって言いますから。へえ。それじゃあまあ進むとして、ここから 600m、 8分くらいの距離ですね。というわけで到着しました。ポケモン GO からも確認できましたので、ロコンとメリープのマンホールですね。メリープはやっぱり羊、ラム肉から来てると思うんですけど、食べられるのにいいのか、まあそれは置いときましょう。そして肝心の場所なんですが、どこだろうな。この辺なんですけどね、ちょっと一旦調べます。解決しました。ポケモン GO だとご覧の通りこっち側なんですけど、実際はここにありました。はい、道の駅の入り口ですね。かなりずれて登録されちゃってます。まあいいか、ひとまず見つかったんで写真撮ります。いいですね、やっぱりメリープは可愛いです、色違いが特に。そして今12時43分ということで、ちょうどお昼時なんで昼飯でも食いましょうか。ジンギスカンです。うまそうですね。いただきます。うまかった。ここで話しちゃうか。ボリューミーで美味しかったです。ただまあメリープの写真撮った後に食べるのは倫理的にどうなのかっていうのはありますけど。雪すごい。やっと戻ってこれました。次は見物というところに行きますので、13時58分の旭川駅ですね。これに乗ります。見物到着。降りたのは私だけですね。すげえな、もう会ってないようなもんじゃんこれ。出入りが一応ね、ちゃんとここの出入り口から出てきました。切符をここで買えないんだ、しかも。へえ。駅前にあるガイドマップですね。絵本の里見物。ポケフタは絵本の館の近くにあります。距離はだいたい 750m、 約9分です。今土曜日の2時10分ですけど、さすが試される大地って感じのあれですわ。絵本の館まで残り 100m ですね。絵本の館たどり着きました。ポケモン GO からもポケフタ確認できるようになったので、こちらですね、アローラロコンと一月のマンホールです。このモニュメントの多分向こう側ですね、あるはず。はい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 、ありました。
開催中剣淵本祭り、ここと、その向こうが入り口、絵本で勉強しているアローラロコン、それの上に一月といった感じですね。無事撮れました。可愛い感じでしたね。ちなみに撮った後実際に絵本の館にも入って、こういうパンフレットとかもいただきました。中は結構子供さんとか多くて、面白い絵本とか無料で見れるんで結構いいと思います。まあそんなとこですかね。なんとか戻ってきましたよと。じゃあ次の電車を待ちましょうか。乗る電車はこれですね。15時12分の旭川行きで、ピップで降ります。約7分遅延してましたが、ようやく列車が来ます。ピップ到着しました。ピップのポケフタなんですけど、徒歩0分くらい、20秒くらいのところにありますので、もうすぐ向かいます。出てきました。ポケモン GO だとこちら、アローラロコンとポッチャマのポケフタで、ここにあります。ちゃんとテントも張ってあって、もうじゃあこういう風に撮れってことですね。じゃあ後でやりましょう。これ優しく探してゲットしてねってことで、じゃあ写真撮りますか。いや、やりました。ポケモン GO の GO スナップショットってインカメ使えないんで、めっちゃ大変なんですよ。10分くらいかかりました、ガチで。それじゃあね、もうピップはこれくらいしかやりたいことはなかったので、次の電車待ちたいと思います。1時間くらい待ちます。それではもう旭川駅に戻ります。次の4時17分旭川駅、現在4時9分30秒すでに電車も来ていますので乗ろうと思います。戻ってきました、旭川。本日はこちら、ホテルウィングインターナショナル旭川駅前です。ルームツアーやっとくと、国会中多分旭川の見えないか、微妙だな、わからないですね。こんな感じ、テレビで広めのスペース、ここがバスルームで、いい感じのシャンプーなどなど。お疲れ様でした。北海道はポケフタの量が多いんで、これは全然一部なんですけど、まあ残りはね、後々巡っていけたらなと思っております。というわけで、今日はまあこれ以上言及することもないんで、こんな感じで終わりにしようかなと思っております。それではまた次回の動画もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。